お前ら愛してるぜ。どうも後藤輝樹です。今日はお前らに、お願いがあります。お前らにお願いがあります。皆さんにちょっとお願いがあります。それは、誰でもできる後藤輝樹の応援方法、応援、支援の仕方なんですけども、これお金かかりません。お金かかるとすれば、ネットにつながる通信料接続料ぐらいです。なのでもし良ければやってほしいなと思います。ちょっとなんか説明すると、まあ前にも言ったんだけど、Twitter や、YouTube、Twitter フォローするとか、YouTube はチャンネル登録するとか、俺の動画やツイートに、いいねボタンを、いいねを押すと。あとは、ポジティブなリプやポジティブなコメントを残すと、応援してます、愛してるぜとか、そういったポジティブな、ものを残してくれると、Twitter とか、YouTube とかで、あ、これはいい動画だ、いいツイートだっていう評価になるので、ひいては、俺の良さが周囲に広まるっていうことなので、そういった、協力をしていただけたらと思います。あとは、俺のさ、動画、話結構長いでしょ、こういうの。で、この何分何秒からいいみたいな時ってたまにあんじゃん。たまにっていうかあるじゃん、そういう時。全体的には長いけど、この部分がいいみたいな、この部分をみんなに見てほしい、聞いてほしいとか、そういうところがあったらさ、たまにさ、やってくれてる人が いたのを発見してさ、コメントで、ここからいいですよ、みたいな。ここから見てください、みたいな。を、そういう形でさ、お前らがさ、拡散してほしいなと思うの。お前らがいいなと思った部分を、そこの秒数から、リンクで貼るとか。または、俺さ、別に、俺の動画とか画像とかも自由に拡散していいからダウンロードして、もいいし、それを、ツイッターとかで、いい尺、ツイッターの何十秒とか1分以内とかでさ、切り取って、後藤輝樹のなんかいいとこ、の何々みたいな感じでこう上げてくれると、ちょっとなんつうの、俺にそこまで興味ない人も見やすくなるわけじゃん。お前らがいいと思ってるところ、伝えてほしいというか。俺はこれがっつりさ、長尺で長い時間撮ってるけど、お前らがいいと思うところを切り取って、ツイッターで動画で拡散するとか、もしくはそういった何秒からみたいな設定で何秒から見れる、何秒から何秒までみたいな形で見れるように、コメントやリプやリツイートで、拡散してほしいなと思います。あとですね、そうだ。たまにさ、コメントでさ、俺に質問するようなコメントがあるときに、誰か答えてくれてんのよ。俺の代わりに、その質問に対して、こうこうこうじゃないですかみたいな。うまい具合に、ちょうどいい感じに答えてくれてるんで、それも感謝してます。ありがとう。それもね、引き続きね、俺が答えなくても、お前らの、自主的な回答で答えてくれたらありがたいです。で、ちょっとなんか俺が補足あったら俺が補足するし、そういうのもありがたいと思っています。で、あとなんか、Twitter で DM 来たんだけど、てるきさん、ちょっとこれよくわかんないんだけど、てるきさん、今度 YouTube で動画投稿する際にチャンネル登録するボタンの右にあるベルの形をした通知マークをオンにするよう、リスナーに伝えてみたらどうでしょうか。愛してます。返信不要です。俺も愛してるぜ、バカ野郎。バカ野郎は愛してます。なので、これちょっとこれよくわかんないんだけど、ちょっとわかる人がいたら、ちょっとこれ、通知オンにしてください。なんかよくわかんないんだけど、チャンネル登録したら、俺の動画が多分お前らに届くように、その通知みたいなのがあるんだろ、機能が。で、オンにしたらどうですかっていうのを伝えたらどうですかっていうことを言ってるんだろうと思うけど、まあそういうことなんで、ちょっと、そういうことも含めて、ちょっとまあ応援していただけたらありがたいです。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。